風刺の効いた漫画で今年の世相を切り取る展覧会が札幌で開かれています。テーマはまさかです。まさか入ってますよ。まさかまさかの快進撃からまさかどうしての軍事力増強政策まで、まさかをテーマに今年の驚きの出来事を風刺たっぷりに描いた札幌漫画人協会の忘年展です。作品はともすれば日々慣れてしまいがちな出来事にもユーモアを込めてくさびを打ちます。中でも秀逸なのが、この発想の転換が素晴らしいと思います。今年の話題といえば今もホットな熊出没問題。これを熊の気持ちに置き換えたらまさかこんな、熊から見たら、こういうことになりますよね。危険は危険ですけどね、すごく和みます特に今年はびっくりの度合いが大きかったような気がするんですよね。漫画の形で撮っておけば後世にも残るかなということでこのテーマにしています。忘年展の開催は50回目で、会場には昭和の時代から令和への世相の変遷が切り取られた特別コーナーも設けられています。この展覧会は札幌のライラックギャラリーで10日まで開かれています。同じニュースでも漫画とか風刺が効いてるとまたちょっと違って見えてきますね、まず井田さんいかがでしょうか。そうですね、いや熊困ったなって思ってましたけど、いや熊も困ってるんだなって、違う視点でね、くるっと転換させてくれるっていうのはすごくこういう漫画の力だなって思います。だから他のニュースでも自分のその考え方だけじゃないのかな、どうなのかなって見るのはとても大事なことかなって、本当すごくぐさっときました今。鶴岡さんはどうですか。はい、僕はこのテーマがまさかじゃないですか、はい、僕は WBC のネタが出てくるかと思ったんですけど、はい、WBC はまさかじゃなくてやっぱりでしたもんね。なるほど、やっぱり WBC 優勝したなみたいな感じですもんね。日本のその強さと期待で言うと、はい、まさかではないんですよね。まさかじゃなくてやっぱり当事者からすると大変だったわけでしょう。大変でしたけど、やっぱ出てないってことはみんなやっぱりだと思ってたんでしょうね。どうですか。じゃあそうだとするとその期待感ってのは改めて今年振り返ったときに、いやーものすごいものがありましたんで、それがまさにプレッシャーだったと思うんですよね。なるほど、まさかの中身がね、良い方向だったら嬉しいんですけどね、そんな年に来年はなってほしいなと思いますけどね。